さんこんにちは、しおです。よろしくお願いいたします。ということでシャングリラフロンティアやってまいりました。楽しみにしてましたよ。はい、当然すべてコンプ、そしてエブルとBラックも、ラック90にしていこうかなと思います。はい、やっていきますよ。いや楽しみっすね。はい、で個人的にですね、シャングリラフロンティア内に、登場するキャラの中で、まあ、一番好きなキャラっていうのが俺まだ登場してないんですけれども、はい、まあでもサンラク、カッツォ、ベンシルゴン全部好きなので当然コンプ狙っていこうと思います。まあ、性能はね、性能なだけにね、まあ、知らない人からするとね、性能だけじゃ引きづらいコラボになってるかもしれないんですが、関係ない関係ないな、関係ない。これさ、あれどう、あれなんだろう、確定演出最近なんか雑に集合させるだけみたいなの多いから、なんかちげえのやってほしいな。まあ4号がいますから、あ、そうね、リラックね。で、4号がいますからって言っても止まってさ、先に5、6出るパターンが何回かあるからさ、ちょっと、あ、エムリなしと、はい、ハデスと、トリトン。いやー、マジで、演出絶対見たいですね。絶対見たいね。どこなんだろう。うわ、てか、音出しときゃよかった。でも今のマイクね、ちょっと音出すとね、乗っちゃうんでね、そのマイクにね。いや、マジで、楽しみっすね。演出は、はい、止まり。これエムレかな。はい、エムレじゃなかったら最高。はい、エムレですね。はい、まあ4号で。てか本当に守護獣じゃない、まあそう、守護獣が良かったって人やっぱ何人かいらっしゃいましたね。で、あとね、俺好きなコラボマジで弾けないイメージあるんでね、好きなコラボ本当に弾けないイメージがあるんで、あと最近すごい弾きが良かったから、その跳ね返りがシャンフロで来るのだけはマジで勘弁してほしい。まあ演出こっからある可能性ありますから、まだこっからもあるからね、パターンとしてはないね。さすがにないね。いや、どんなんだろう。でもシャンフロってなんかその有名なシーンみたいな、ガチャ演出に使えるようなシーンあるかな。ねえ、ちょっとどこなんでしょうね。一気ですから、しかもどういうのやってくるんでしょうね。はい、いや、まあ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 、いいんすよ。いや、マジで早く使いてえなあ。れなんでしょう、俺も SNS でちょっと見ちゃったんだけどさ、でもこう、はい、グランディンよりで強いですね。はい、あれ、クリティカルの文字違うんでしょ。さ、使ってる方が見てないからさ、それ超楽しみなんだよな。クリティカルの文字違うってどういうことだろう。ゲーム内表記になってるのかな。シャンフロのゲームの表記になってるのかな。いや、それも見たい。だから、まあ、とにかく、まあ、全部で引きますけど、三楽がやっぱ一番欲しいですね。複数体欲しいのはやっぱ三楽。あとは、まあ、その、今の使うところっていうのを見ないんであれば、ペンシルゴンが一番持っとくと、ね、この先なんかワンチャンあるっていう可能性としては一番高いですから。まあ、でも、バチりました。ありがとうございます。見逃しません。今もう新しい演出をね、見落とさないようにずっともういろんなところを今見てるんで、違和感演出パチクリ、これ出ますね一体どっかで。え、あーだよね、そうだよね、パチパチしましたもん、瞬きしてたんで。はいはい、ペンシルゴン、あ、ペンシルゴン、この時のペンシルゴン最初のとこっすね。マジでいいなこれ。1だ、1のボイスは、ああ、なるほどね。ああ、ここ健康一滴なんだ。はい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 。あんま言うとね、ちょっと、あれになっちゃうんでね。はい、ということで、ペンシルゴンをゲットできました。あと、サンラクとカッツォ。頼むぞ。演出。いや、出るなら演出見てえな、マジで。え、ないってことないっすよね。さすがにね。さすがにあるでしょ。どこだろう。あっし。さすがに新夢じゃなければ。よっしゃ、サンラク。いや、これさ、知らない人からしたらマジでアニメ見ようとはならんすもんね。サンラクのこの姿見て、何この変態ってなりますもんね。いや、大丈夫、変態なのは合ってますんで。はい、いやシテックスマジでイラストとかで見るアニメ決める人からしたら、これ主人公って言われたらちょっと見る気捨てるもんな。まあ、それもシャンフロの良さなんですけどね。まあ、ちゃんとこれ理由がありますから、ゲーマーならではの理由がありますから、皆さんもあるでしょ、効率がいいからこっちを使うみたいな。本当は見た目この装備が好きだけど、効率とか性能はこっちの装備の方がいいから、いやいや使うみたいな感じなんで。はい、ブリューナク、いや、いいですね、2体出てるのは素晴らしい。まあ、カット欲しいですけどね、さすがに。いやー、さすがに SS かっこいいからな。でも、殴り系の SS はね、使おうと思えばやっぱ使えちゃうんで、楽しく。いや、まあ、とにかく全員欲しい。まあ、一旦とりあえず、もう、ペンシルゴンは2体出たんで、一旦、よし、これで一旦コンプかな、コンプだよな、よし、カット、完璧ですね。いいね。最高だね。これでコンプしました。あ、やばい、めちゃめちゃ見た。はい。
若干キリン似てるっていう、ね、はい。とりあえずコンプすることができましたので、あ、でも早かったです。なんだかんだで、ね、60連80連したのかな、で、一応コンプすることができましたので、あとこっからは三楽とカツを2枚目引いていこうと思います。引いていこうと思いますってやばいよ。あと演出だ、演出まだ見てないかな。え、もう4枚抜いてて演出ないの寒いな。え、珍しい、好きなコラボこんなサクッとコンプできるの珍しいですね。さあ三楽カツを、いや、これペンシル粉に偏りそう。でもなんか星5、6そもそも結構出てるね。頼む、ここ演出、演出ちょっとやだよ、俺シャンフロの演出みたいなマジでやめてほしいわ、本当に。前回あんなにコラボ演出来たのにね、マドカの時とか。いや、マジ出てくんねえかな、見たいな。ないって可能性も一応あるっちゃあるですけど、どこで来るタイプだろう。え、マジで予想つかないっすね、演出。本当に予想つかない。どこなんだろう。あーはーはーはい、入ってる。はいはいはい、オッケー。いやいや、あと20連ですよ。とか、三楽活動ちょっと2体目欲しいな。一体寂しいとこあるよな。いや、マジで欲しいっすね。普通に欲しい。お願い、2体目出して。てか、演出来たら演出。演出来たらもうね、一石二鳥。それで三楽かペンシルゴン、あ、ペンシルゴンじゃない。あ、カット出んなら。まあ。100連で4って考えるとちょっと寂しいですね。まあ、出ないこともザラにありますけど。頼む！これ演出見れないで終わる？ちょっと見たいよ、これ。頼むよ。なんで見たいやつ見れないんだよ。コトマンなんて毎回来るのに。ルビー？悩みますね、一旦。まあでもガチャ動画今やってる感じまだそんな長くないよね。いいいいか、これ言っていいか。はい、一旦ストップ。帰ってきました。はい、帰ってきました。復活のオーブ、これはもう確定演出を見るため、あとは三楽カッツの2体目が欲しいっていうやつですね。久しぶりかもしれないですね、コラボで、全部コンプしてるのにこの2体目を追うっていうの。だからね、2体目本位にね、マジで一つもいいことないですからね。本当に出ないんで。ほらね、いった、ペンシルゴンに偏るって。まあいいっす。別に、これで艦隊分をゲットしましたので、ペンシルゴンも許せる。あと17体までは許そう。なんかちょっと重い、今の。あ、星玉か。もう一回になるんだよな。だから、見せてよ。いいじゃんね。いや、また俺 SNS で確認すんの。自分で弾くのに意味があるじゃないですか。ああいう演出ってね、自分で弾いて体感したいっすよね。頼むよー。ああ。いや、大丈夫。そろそろキュピってもいい。まだ3回目とかか。おっ。ちょっと待って、反応が遅れた。反応が遅れた。なんでかね、ユニークシナリオだった。お、強力な仲間が現れました。あ、そういう連携で来るのか。そっちか。オッケー、強力な仲間だね。これは許せる。もう、変な声出た。うおって言っちゃったもん。わあ、なるほど。あの、技とかキャラとかではなくて、なんか大賢者パターンでしたね。これはね、ユニークシナリオですね。あの、ラビッツ、その、まあいいや、あんま言わない方がいいか。まあ、そのユニークシナリオって言われる、そのね、シャングリラ・フロンティアっていうゲームをプレイしている最中に、なんかもう特別な、うわ、ナイス！絶対。うわ、すごいや！ナイス！え、じゃあここの20連ギュッてしてよ。そしたら20連でコンプだったもんね。いや、オッケー。一旦これで、いいかな。うん、2、3、2、4、2はもう引く意味ない。で、ユニークシナリオっていうのは、そう、シャンフロをやってる時に、なんか稀に現れる超レアクエストみたいな、もう出ただけで、え、そのユニーククエスト、ユニークシナリオどういう風に出したのみたいなのが、もうみんな攻略の人たちが殺到するぐらい、まずはレアな、クエストみたいな感じですね。それが今出現して強力な仲間が現れましたみたいな感じの演出に落とし込んだってことですね。なるほど、面白いですね。そっちだったか。確かに予想できたな、あのクエストウィンドウ使ってくるってのはな。はい、まあ、満足です。コンプして2、4、2で、かつ、確定演出も自分で見ることができましたので、文句ない、素晴らしい着地だと思います。あとはこの後ちょっと使ってみたとかもね、バチコリ取っていこうと思いますんでね、よかったらね、そちらも遊びに来ていただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。ということで、本日も動画のご視聴ありがとうございました。まあ、引く引かな
が結構今回はっきり分かれてるコラボだとは思いますが、まあ周年とかもね、まあ毎回僕は動画で言ってますけれども、近いっていう関係性もありまして、ちょっとね、その辺はっきり分かれてるコラボになるかもしれないんですけれども、もし引いてね、こんな感じだったよっていう言葉がありましたら、ぜひぜひコメント欄でよろしくお願いいたします。よかったらね、最後にチャンネル登録、高評価もしていただければなと思います。よろしくお願いいたします。それでは皆様、本日も動画のご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。